本日は、もうちょっと冗談ではいかん話で、ドバジーっていうかな、またの公職動作、やりました。俺ら、やれへんやん、じゃあ。ええ、俺やってやったのでいいよ。だからもうやめろ、そんな方々に。もうやめろ、欲しい。どうですか、はい、でも本当に人は欲しい。人欲しい。はい。誰かね、この YouTube でこれ、人募集したいな。本日は、もうこれちょっと冗談ではいかん話で、ちょっと大事な話がありますよ。はい、大事件が起きてる。大事件？ちょっと。何の？誰がやめた？誰がやめた？やめた。あー。してる。あの時。あまおったよ。あ、そうです。まだ結果は知らないですけど。あまおったよ。あ、じゃあいいじゃん、詳しく言ったやつが、はい、その詳細は分かんないです。その後の話は知らないです。何っていうと、まあ、ドバの、はい、ドバ G っていうかな、ドバの、まあ、生徒がする人、はい、まあ、またの私のお父さん、私の実の父と、はい、先日、あれ動画になってんのかな、なってない、ちょっと舐めてますね。舐めとるよ。いかにも相手が連絡取れないみたいな。相手が悪いんだ。あ、いいよ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。いいよ。いや、普通に書き換えようかな。怪我しんよ、しば。何して言うと、さっき怪我しんの俺やらそうと。仕事やん、そんなんで。仕事やん。いや、俺は、お前と最初に話したと。なんて。お前、自分どう言ったら俺、俺、乗っかっていいから、おう、いいよって言ったから。もう俺やれへんやろじゃん。俺やってやったのでいいよ。だからもうやめろ、そんな方々に。もうやめろ、欲しい。何もあるの、誰も。責任持ってやったけど、これいいよね。じゃあ帰る。帰る、帰る。これはリアルです。どうやろ。ちょっと一番タイトル変わったわ。まだお父さんと戻ってくる。いつ実際2日目3日目、2日前昨日おとつい29日ですね、はい、29日、はい、これ父ちゃん見ておるあれあんまりなんかわーわー言えんけど、はい、やめました。ちょっとまあちょっと、まあ、ちょっとしたことだ。まあまあ本当にちょっとしたこと。これもなんかいいや、そうなの、腹立つのは やりたくないのもやめてけって言って、バーンって言ったのが、はい、まあやりたくないのが出てみますと、まあその通り言っとったんだよな。まあ出て覚えてるの、あんま覚えてないんだけど、そういうこと。いや僕最初の一声が聞こえなくて、一番最初の、うん、お父さんが言った一声が聞こえなくて全然。なんか言ったんだよな。いや多分最初お父さんなんか意味でやりたねえとか言っとったんだよ。なんで俺がやらなかったみたいな感じで言ったんだろう。確かそんな感じですね。もうやらんでいいって言っとったがやみたいな。俺に何でもいい、俺はいいって言っとったがや。はい、どまに俺はええんやん別にって。はい、そう、別にあれなんだもんでって言って。そうですね。まあ言い分もあると思うんだけど、別に俺はやらいいやんっていう感じで俺はパッと言ったわけだろう。そうですね。責任取ってくれる。私ですか。責任取らん。はい。全力でそのあとフォローはしました。大丈夫、止めんでいいって止めんで次飲んだ。あれそういうことですか。俺には LINE 昨日来とったんだわ。あ、そうなんですか。見とるであんま言いたねえけど、なんかめめしいなと思って。いや、なんかこのクソジーを今まで使っていただいてありがとうございます。今日で終わります。でもなんかそういうの好きじゃないじゃん。はい、もらったわみたいな感じで、了解って言われたの。2文字ですか。止めるって、別にこの動画を父ちゃん見るで、別に変な意味じゃなく、こっちから止めるもんじゃないし、まあ、やめないって言ったことに対して、はい、謝ってほしいとか、なのかどうなのか知らんけど、まあ、業務に対してやっぱ仕事だから、まあそうですね。大変なんかもう、それがまかりたいというと、みんなに映るじゃん、はい、この間のそのこそ話じゃないけど。もうまあ、ちなみにその足場の買い取りがやっぱすごい今忙しいから、まあちょこちょこ手伝ってもらってもしょ。はい、そうです。うん、で、ね、結構じゃあ買いますとか売ります、売りたいです、見積もりしてくださいだけじゃなくて、やっぱこんな材料ありますかとか、うん、ちょっとこういうやつの材料写真いいですかとか、そういう問い合わせが結構来るんだよね、はい、そのためにやっぱ僕から取材は30分かかるじゃん。はい、で今日もバーって行っとったの。ああ、行ってましたね。いないかなって言って、誰が悪いのって言ったら、
言わせてくれ本当にそれ最後、まあ、親に指して、まあ、もちろん悪いんだろうけど、その一つはその、まあ、まずなんかやってほしいなと思って、なんか手伝ってくれる人、あ、どういう人を募集しようって、まあまあ女の人でもいいかって言ったんだけど、動画ではちょっと要はさ、何って見積もりとかもちょっとあるじゃん、はい、その何って言ったら、まあほんで何、あ、まあ、結論からじゃあ言うか、そのまあ、とりあえず明日からでもいいんでパートさん募集しようかなと思ってるんだけど、はい、その結論はさ、その社員みたいな人でも、まあ、パートでもいいんだけど、あの、まあ、定年しとるか、まあ、まあおじいちゃんのちょっと怖いけど昼間一人で暮らせると、はい、だけどあの飛び経験者とかでさ、材料の名前が分かるとか、はい、まあ、ある程度その感覚が分かるっていうの見積もり、うん、何言ってしょ、なんか依頼があったのは図面送られてきて、うん、数量ここから出してその見積もりを欲しい、あ、材料の拾い出しね、そうです、そういうのはもう全く分かんないんで、あ、まあ、ちょっと飛びの経験があると、まあ、すぐ分からんでも、そうです、ちょっとこうしたらいい、あしたらいいってこうやってやったらいい、まあ、堀川翔太とミーティングしてやってくれるぐらいの、はい、まあ、トラック乗れるリフト乗れるが一番いいな、まあそうですね、そうそう、とりあえずパートで募集したらな、猫の手じゃないけど、材料置くから困ったり、はい、逆にジムの手伝いしたりとも言ったんで、結構やっぱ毎日ぐらい、そうですね、確認とか資材が搬入されるとか、はい、搬出とか、はい、すごい逆にやめちゃくちゃ増えてますね、問い合わせが、お前大丈夫、はい、お前大丈夫、席がないかもしれない、はい、カメラマンになるかもしれない気づいたらお前2日間になっちゃうかもしれないよ、どうですか、はい、でも本当に人は欲しい、人欲しい、はい、あー、誰か誰か YouTube でこれ人募集したいな、あー、うん、まあ、どうちゃんやめたのはきっかけなんだけど、はい、まあ、ドアジーだけというまあなんか変則的に動いてくるけどね、どこまで国会忙しくなるかわからんけど、そうですね、足場班のドバジーっていうと、ドバジーって言葉悪いけど、ドバ長さんみたいになると材料ちょっと運んできてとかさ、はい、まあ、運送とかさ、まあね、積み込みの部分はそうないと思うな、基本的な足場職人さんがうちは積み込みあるけど、その足場販売運でちょっとあるって感じ、そうですね、でもそれで言ったらちょっとそれだけじゃもったいないって気持ちですね、材料がないない、問い合わせも何もない、何もない、ちょっと本社営業も管理してくれるんじゃない、そういう言葉出てこんから、あんたそこのところ何やってるの、お前なんだろう、経営いくらになってんの、時給いくら、これ育てていくらになるの、いたずくらよ、今日一日終わりなんですね、未来のお金を、あ、未来のお金、未来のお金が色だけ食えよ、お前、はい、外にいねえ俺には色だけ食えよ、はい、紫外線に弱いセンスがいい、ちょっとカメラ貸してちょっとカメラ貸してちょっと手あのカメラの位置やってめっちゃ気持ち悪いでしょこれだけやっぱ A 型だよね、こいつなんか電話でも今日なんか結構俺今日一日事務所ったじゃん、電話で喋ったよ今日さっきなんかちょっとポジションにしとったんですよね、ホームページとかで、こいつ細けんやっぱしっかりしようなと思うけどね、うん、しっかりしようよね、いやもう全然違いますね、でしょ、はい、上司だって言われた、いやでも直属じゃないので、なんで笑った今、なんで笑った今、わかんないですよ、ちょっとカメラどころじゃなくなってきた今日も電話してさ、ホームページを打ち合わせたの、え、 SNS 勉強会、はい、あ、ちょっとじゃあ宣伝かけていいですか、 SNS 勉強会って今東京大阪名古屋であって、今 LINE アットっていうので、 LINE アットに今興味があるなら登録して、でオンラインオフラインとかあるからそこに案内がすごい出て、新しい新型の、まあ、それこそ俺は飲み会やりたいんだけど、はい、職人飲み会とか、はい、とにかく面白い企画でも、その基本その集まりとか勉強会もそうだし、まあ、昔をやったあの足場交流会とか、はい、そこでなんか足場屋さんとかやっぱ来てほしいな、うん、このかな、うん、入っていったんだよ来たよね、はい、お騒がやつ来る今度でしょ、うん、いつ8月、うん、予定ちょっとあれしてみます、来る、でも3会場ともあるんで、来るなら俺がテンション上がる別に普通にで SNS を伸ばそうっていう会だから、うん、まあでも本当に前も説明したけど、フォロワー増やさんだよ、500人600人のフォロワーの人でもすごい成功してるところから、うん、フォロワーじゃないから採用とか見るって、うん
あれ何でしたっけ、足足バンク、はい、足場道場、はい、ゆくゆく足場バンク、足バンク、はい、足場バンクじゃなかった、いや足バンク、足バンク、はい、足場バンクはよくない、ちょっとこれ多数別アンケート、あーそうですね、お願いします、足場バンクでいいんじゃない、足場バンクか足バンクか、はい、足バンク、足バンク、なんかちょっと、ちなみにそれはか漢字ですか、ローマ字ですか、ローマ字です、足バンク、全部大文字の予定です、全部大文字ローマ字の、はい、足バンクか足場バンク、中卒だと分かるかもしれないけど、視聴者も僕中卒じゃないっす、銀行っていう意味で足バンク、ソフトバンクのバスじゃない、いや社長それぐらい分かりますよ僕もまあまあ話はちょっと逸れてきましたけど、結果何、人材か、まあ、ちょっとこれ急務だ、この SNS の力を発揮させたい、院長来てくれるかな、どういう人も熱い、でも足場のこと分かる方も欲しいですけど、今の話の流れで確かに問い合わせなかったら、じゃあその人何するのだって話になってきちゃうんで、ドバジーでもなって、まあでもドバジーとしては結構やることあるんだけど、本当ですか、まあ、元々あるじゃん、まあ、そんなないけど、ドローン飛ばすこととか、はい、ドローン飛ばすことと、まあ人務募集はしちゃうけど、なんか近所で近くで女性で事務希望の人、まあ、これも手伝いながら、はい、じゃあジムと、ジムかジムかドバジーか、ドバジーかどっちかってことですか、まあでもジムは一人募集どっちみちしようってなったから、はい、全然いいんだけど、まあ例えばパートさんでちょっとあれ資材チェックしてきてとか写真撮ってきてとか、はい、それぐらいの人でもとりあえず急務でもう求人かけようかちょっとだけど、はい、うん、まあいい人だったら本当にジムで欲しいから、でそうするとでも足場の方じゃなくなるから、どっちかっていうとじいさんがそっちに行って、じいさんが今やってる業務を引き継いでいくみたいな、まあ一緒にやるみたいな感じになってくるよね、どっちかっていうとね、初の部下ですよ、すごいよ、18回しようのお前とで一人育てるのがやっとじゃないの、なんか5分そうでしょ、2人 ?3 人 ?2 人だよね、2人育てたらもう夫婦でしょ、育ててはないですけど、育ってるか、そうだね、育ってるか、植物みたいな言い方するんで、水やったら勝手に育ったみたいな、まあそれぐらい、お金なんか宣伝しようことは、買取販売、あ、特に買取強化してます、本当に欲しいです、資材が、うん、今日見てきたんですけど在庫、うん、本当に少なくなってきてるんで、あ、マジ依頼期限も入れないみたいな状況になっちゃってるんで、はい、じゃあしばらく、はい、SNS 勉強会、はい、ドバジーじゃなくてドバ長さん、はい、ジム、いや、欲しくしますか宣伝動画みたいになってますかぜひお願いします、はい、せーの、また見てねセンス勉強会来るよ来るよ痛い人は乗るぞ